企業の採用面接の解禁時期などを定めたいわゆる就活ルールについて、2021年春に入社する今の大学2年生の就職活動から作らないと正式に決めた。経団連の中西会長は NHK の単独インタビューに応じ、その真意を語りました。思い切った決断の背景には人材をめぐる危機感がありました。この中で中西会長は、根本は日本社会が多様な人材を求めていて、それに対して企業側の責任もあるし、大学側の責任もあるし、全体をうまくマネージしていく政府の責任ともども、ちょっと見直さないとダメではという問題意識が前々からあった、と述べ、採用面接などの時期に焦点を当てるのではなく、人材育成のあり方を含めた抜本的な議論が必要だという考えがルール廃止の背景にあると明らかにしました。日本の多くの大企業では、大学院の卒業と同時に一斉に社員を採用する新卒一括採用が続いてきましたが、これについては日本の人材代わりと金制で、均質的な文化の中でそれなりに激しい競争をするという仕組みが、もうグローバルな環境の中ではあまり有効ではなくなってきていると、述べ、見直しの必要があるという認識を示しました。その上で、いろんな多様性ある人が集まってきて、いろんなものの見方をぶつけ合う中で、新しい会社の在り方や社会の在り方、そして自分たちのビジネスの在り方を考えることが非常に重要になってきていると述べました。そのため求められるのは、語学と専門性、多様な文化を理解できる教養の備えた人材だとした上で、もっと大学の教育それ自体に社会や企業も含めて非常に関心を持って、世界に通じる人材を育成して いという高らかな目標を掲げて努力してもらわないと、文系だろうと理系だろうと、最低限のリベラルアーツ一般教養を勉強してこないと困ると、述べ、大学教育の在り方にも一石を投じました。中西会長は、こうして今後の日本経済を支える人材育成がどうあるべきかという観点から、採用の在り方のみならず大学教育も見直す必要があるという考えを示した上で、ぜひ積極的に議論を吹っかけていきたい、企業側に対しても姿勢を正してメッセージを出していくことが我々の責務だと思う、と述べ、新たな成長戦略を検討する政府の未来投資会議で議論をリードしていく